すごいなんか日本人以上にギュッて輪が詰め込まれとる感じよね。私さっきから気になったんやけど、なぜこの席ではフォーチュンクッキーが。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで早速イメミの館へ。いらっしゃいませ、リラクゼーションサロンみえみえの館へようこそ。お越しくださいました。ということで今回は村の至る所にクローバーの咲いているシャムロック村に行ってみたいと思います。まだ眠り足りなかったかしら。でしたら500ベルでもう一眠りなさる。もっと夢見たい。ええ、お任せくださいな。では夢をお取りするためにインターネットにおつなぎしますわね。ということでシャムロック村に出発。シャムロック村に到着。もう早速クローバーだらけいいね。夢の世界へようこそ。あなたは今シャムロックという村の夢を見てらっしゃるのよ。現実の世界にお戻りになりたいときはもう一度こちらのベッドに横になってくださいますね。それでは都のシャムロックの世界をご堪能遊ばせ。ちなみに私はシャムロックと聞いて一瞬でウーバーワールドのシャムロックが思い浮かびましたえ、めっちゃ可愛い。いいねいいね。このレンガ調のところに、こう真ん中にもちゃんとクローバーが、そして端っこにも、これはクローバーと、あと何？黄色い花が咲いてるってことかな？そういう感じです。はい、それじゃあちょっと一軒目の家へ向かってみましょうか。家は、あ、ほらほらほら、この間の道にもきっちりとね、クローバーが咲いてる。はい、ここを通り抜けると、一軒目の家が見えてくるはず。このカフェの裏？カフェ周りに、あ、テントやテント。キノコ生えとるよ、周り。どうも。あ、頭にもクローバーつけとる。My garden needs tending. Tending. はい、お邪魔します。お。あ、かわいい。研究者ってこと？なるほど、なるほど。キノコまで研究しよる。でも、あれなんやね。こう、クローバーの研究はしないの？それ以外の植物の研究ということでしょうか。なるほどね。研究者だ、研究者。かわいいね。あ、でもクローバーの研究してないけど、頭にはクローバーつけてるから、あ、見て、なんか和風な感じ。竹生えてるし、周り。あ、どうも。この人もちゃんとクローバーついとるやん。どうも。H の光。H の光？日本語や、日本語。ね、ローマ字で書いてる。はい、お邪魔します。すごい、なんかめっちゃあれなんやね、この人は日本が好きなんやね。あ、一応、あ、そっか、わかるよね一応あの外国の人が作った村なんやけど、 H の光かっこいいやないか。そしてなんかこの座布団のデザインめっちゃかわいいんやけど、え、普通に好きなんやけど、かわいくない？花何の花かわからんけどめっちゃかわいい柄が。はい、それじゃあちょっと左の部屋へ。あ、左側は、いいね。日本の夏って感じやん。鈴虫までいい感じに鳴きよって。こう日本の夏の庭先。こう池があって、で、灯籠とかがあって、朝顔。いいね、いいね。はい、そして、奥の部屋へ。僕は和食屋さんや。なんかこのサイズの魚を入れるにはめちゃくちゃ小さい水槽じゃないかなと思うけどね。全然泳げんやん。方向転換できなさそう。めっちゃ思うけど。なんかやっぱり外国の人が作る、こう、和の感じ。和の家。すごいなんか日本人以上にギュッて和が詰め込まれとる感じよね。私さっきから気になったんやけど、なぜこの席ではフォーチュンクッキーが。え、何？
この人はフォーチュンクッキーから出てきたものを食べるのかしら。はい、そしておっと、そして右側へ、提灯とかも飾ってあるよ。あ、右側はお風呂や、お風呂、銭湯って感じやね。いいね、日本のことよく見とんやね。でも実際に来て見とるんか、なんかテレビとかで見てこういう感じって作ったんか。まあでも実際に今の日本にこういう風景はそんなにないけん、ザ・日本っていう感じのをテレビとかで見て、それを再現しとる感じなんかな。時代劇とか。はい、それじゃあ、2階へ。はい、2階は、これって東雲の服のやつ？この、何やっけ、座布団のデザインに使われとるの。かわいい。立つや、立つ。いいね、いいね。これ、立つバージョンもあるの？牛とかかと思った。こういうところ泊まってみたいんやけど、めっちゃ綺麗じゃない？てか、なんかこう、旅行とか行っても、基本的に、ホテルとかに泊まったりするけど、旅館に泊まることってあんまりないけん、なんかこういうの新鮮やね。学校とかで修学旅行とかやったら、なんか、まあ、ホテルもあるし、旅館とかに泊まることもあるけど。はい、そして地下へ。え、なに？地下かっこいいんだけど。あ、すごい。やば。え、かっこいい。なに、今から戦ですか？うわぁ。般若のお面が怖い。なるほどね。なんか上はもう散々すごい平和な感じやったけど、まあ、今からきっと戦に向かうのであろう。超かっこいいやん。床だけ見たらちょっと神殿かと思ってる一瞬。ほい、それじゃあ、ちょっと3軒目に向かいたいんだけれども、めっちゃいろんな果物も咲いとるね。果物咲いとる？咲いとるでいいんかな？なっとる。めっちゃいろんな果物もなっとるね。ほら、この辺。みかんとか、みかん、オレンジとか、レモン。で、あれは？ライチやっけ？誰だい？君は、あ、カエルや。そして柿もなっとるし、あ、待って、向こう側に一軒あるやん。でもちょっと一瞬ここのプレゼントが気になったの。は。中身を一つ確認。緑の風車。いいね。これもなんかちょっとクローバーを彷彿とさせるというか、こっちの方が近いけんこっちから行こう。なんかね、クローバーに見立ててそうな。なにこれ？ここにあるのは、なんかクローバーの塊の上に、もしかしてこの周りにクローバーと一緒に咲いとる花が集められとる感じかな。これクローバーの花なんやろうか、わからん。でもクローバーの花って白爪草とかじゃなかったっけ、違うの？あ、お花屋さんや、お花屋さん、かわいい。いいね。あ、花束作っとる。誰かお客さんの注文かな。はい、それじゃあ左の部屋へ。左側はちょっと落ち着いた感じの。こっちはなんか観葉植物やね。なんか入ってすぐのところは花がいっぱい飾ってあったけど、こっちはなんか部屋の中とかに飾りそうなちょっと大きめの観葉植物。あ、肥料とかも、あのでかい壺たちがちょっと気になったんやけど。手前に置いてあった。はい、それじゃあ奥の部屋へ。あ、奥はなんかちょっと休める、進めるような場所なんかな。ここはお店の人がちょっと休むような感じ？めっちゃ神聖そうな場所やね。めっちゃ、超綺麗やん。神殿みたいなところで休憩するんやね。私なら落ち着かなさそうな感じ。はい、それじゃあ右側の部屋へ。あ、右側は
野菜育てうる。へえ、何？農園までやってるの？すげえ。これトマトやろ？いいね、いいね。やっぱなんか、こういう家庭菜園とかそういうのって一番トマトが身近な感じするやん。やっぱ、学校で、小学校とかで育てよったけんさ。いや、育てたいね、久々に。でもあれ、持って帰るのめんどくさかったよね、だいぶ。はい、それじゃあ2階へ。ん、2階は、なんかちょっとしたカフェみたいな感じ？一応なんかカウンターとかはないけど、なんかそれぞれ座って、お菓子とかお茶とかを楽しめるような感じみたいやね。いいね、いいね。こういうなんかちょっと植物に囲まれたカフェ。おしゃれ。映えそう。はい、そして地下へ。え、地下はなんかちょっと、ジャングルみたいになってんだけど。これここの住人さんたちかな。さっき歩き寄ったカエルがおらんね。あのカエルのおじさんみたいなの。ここは結構いろんなタイプの子がおるんよね。コアラに、鳥。デカめの鳥やろ。で、ゾウ。これもデカめの、あ、そっか。鳥。鳥ってもしかして3タイプぐらいおる？ 3 タイプぐらいおるんか。すげえな。めっちゃおるやん。どんだけ鳥豊富？で、リス。で、ま、小熊っていう感じか。はい、それじゃあもう片方の端の方に行ってみよう。でもあれやね、こんだけ村全体で、あ、どうも。そういえばおらんかったね。クローバース、クローバースエブリウェア。クローバーどこにでもある。たくさんある。たくさんあるけんかな。あ、やっぱりこう、住民も、そっか、さっき見た感じ。住民も緑の子を集めとるってことかな。なるほど。目に優しい村だね。こうなんかいろんなところにクローバーがあるけど、植物を扱いよる、この建物の中とかでは、なんか全然クローバーがないっていうのが逆に、新鮮。中までクローバーだらけかなって思ったんやけど。はい、それじゃあ最後のお家、お邪魔します。あ、ここはめっちゃクローバーだ。え、ここはめっちゃクローバーだ。すげえ。え、なんかめっちゃ綺麗。どうも。あれ、さっきお会いしなかった。なんか同じような顔の子がいたような気が。Need a beer? いやー、ちょっと、ビールじゃないね。ビアだね。ちょっと私はビールは飲めないから、ビールはちょっと苦くてね。へ、お子ちゃまだなーって友達に言われたけど。はい、それじゃ左の部屋へ。ここはもうすべての部屋が多分、クローバーまみれ。クローバーまみれ。あ、こっち側も、こっちも続いとんやね。広々と。ね、こっちもカウンターがあって、バーみたいな感じや。はい、そして、右側へ。こっちもかな？あ、こっちは、ファミレスみたいな感じ？なるほど。向こう、左側は飲む専用みたいな感じで、こっち右側は食べるところってことか。あ、時計もクローバー。いいね、いいね。そして基本的に、みんな飲み物は、ビールなの？ビールを飲んでいるの？ってことは、まあ別にここで飲むこともできるということか。まあでも、ああいう座席の方が、ここもそうやけど、まあ、騒げるかなっていう感じはするよね。左側はちょっと静かに飲む感じの。はい、それじゃあ2階へ。あ、2階は店長さんの寝室って感じかな。自室。家。緑が好きなんやね、すごい。まあ、緑っていうかめっちゃクローバーやけど。え、待って、なんか3つあるんやけど。え、なに？宿屋なの？なんか作りとかめっちゃ宿屋っぽくない？でも手前は、え？何？お客さん用？ゲストルーム的な感じかな？奥の3つは。わからんけど。手前はなんか2つベッドがあるんやけど、もしかして店長奥さんいます？そういうことかな。はい、それじゃあ地下へ。あ、地下は、なんかこう、ビリヤードとかダーツとか、大人の遊び場的な感じなんやね。なるほど。
で、ここでもやっぱり相変わらず緑だらけ。そしてここ、あれかな、ここ、ちょっとダーツ行ってくるね。って言って、ここでダーツしよる間に、仲間はこっちで、なんか、飲んだり、食べたり。いいね、そういうのも。まあ、二組しか座れんみたいやけど、まあ、ここ自体が少ないけん。それぐらいで十分。はい、お邪魔しました。うん、なんかびっくりするぐらい緑だらけやったね。ここの家の中は。家の中、ま、全体的に大人の社交場っていう感じやったね。この最後に入った家は。ほい、ということで、ここに住んどる、ま、人も4人とも全員緑っぽい感じの格好やったし、みんなクローバーを頭につけとった。男の子も。男の子が頭につけとるね、新鮮でいいね、なんか。はい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。なんかすごい、目に優しいっていうのもあるし、なんか空気が澄んでそうな感じの村やね。植物だらけで。